バレーボール第11回 V リーグは2004年11月3日から2005年3月20日にかけて行われた V リーグの大会である。男子4回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームがファイナルラウンドに進出し、上位2チームが優勝決定戦を行う。 11月6日、11月7日、11月13日、11月14日、11月20日、11月21日、11月23日、11月28日。1レックの結果、12月4日、12月5日、12月11日、12月12日、12月18日、12月19日、12月23日。 ニレックの結果1月8日、1月9日、1月15日、1月16日、1月22日、1月23日、1月30日、トーレアローズの開幕連勝記録が20でストップ。したが、V リーグ男子の新記録。これまでの連勝記録は、松下電機パナソニックパンサーズの14連勝。急に本リーグ時代を含めると、富士フィルムの45連勝が最高記録。 3レックの結果2月5日2月6日2月12日2月13日2月19日2月20日2月26日4レックの結果3月4日3月5日3月6日3月11日3月12日3月12日,3月,12日3月13日この結果豊田豪勢と朝日化星が次期 V リーグの残留を決めた 11月3日、11月6日、11月7日、11月13日、11月14日、11月20日、11月21日、11月23日、11月27日、11月28日、12月4日、12月5日。 1>, 1レックの結果12月11日12月12日12月18日12月19日12月23日12月25日12月26日1月8日1月9日1月10日1月15日1月16日 2レックの結果1月22日1月23日1月29日1月30日2月5日2月6日2月12日2月13日2月19日2月20日2月27日3レックの結果3月4日3月5日3月6日3月18日3月19日両者一生一敗となり優勝決定は第3戦に持ち越された 3月20日、3月12日、3月13日。この結果、茂原と日立沢が、次期 V リーグの残留を決めた。ありがとうございます。